平野翔と神宮寺ー太ユータの秘密のシンガポール旅行。衝撃の同行者とその目的とは滝沢秀明の英断。平野翔たちの旅行を守るための法的対策とはある日のこと、平野翔と神宮寺ー太ユータがシンガポールへ旅立ったというニュースがファンの間で話題となりました。二人の旅行の真相について様々な憶測が飛び交う中。 その意外な同行者と目的が次第に明らかになっていく過程は、まるで映画の一幕のようでした。旅行の目的は何だったのかそして、同行者とは誰だったのかこの物語の真相に迫るため、まずは背景を探ってみましょう。ナンバーアンダーライン愛の平野章、神宮寺優太、岸優太は現在それぞれ別の道を歩んでいる。しかし、 二人の関係は今でも強く、多くのファンが再会を望んでいます。最近、翔くんが突然インスタグラムのライブ配信を行い、その内容が注目を集めました。彼が神宮寺ゆうたとシンガポールへ旅行したことを明かし、さらにマネージャーも同行していたことを伝えました。これに対し、ファンからは驚きと喜びの声が寄せられましたが、一方で一部のアンチからは批判的なコメントも参見されました。 例えば、誹謗中傷をする人は人間として最低です。自分が同じことをされたらどう感じるか、考えて欲しいというファンの声が象徴するように、誹謗中傷の問題は深刻です。特に SNS の発達により、匿名での攻撃が容易になった現代社会において、芸能人は常にこうしたリスクと向き合わなければなりません。今回の旅行についても、一部のアンチが、 サングラスに女性の姿が映っていた、との疑惑を広め、それがファンの間で波紋を呼びました。しかし、これは事実無根であり、翔くんはインスタライブでその誤解を解くために、旅行の詳細を語りました。彼は、旅行は神宮寺由太たとマネージャーとの三人旅であり、女性の同行はなかった、と明言し、ファンの不安を払拭しました。旅行自体の目的は、忙しい日々の中でのリフレッシュでした。 翔くんと神宮寺優太は今後の活動に向けてのエネルギーを充電するためにこのプチ旅行を計画したのです。シンガポールは美しい風景と多様な文化が融合する魅力的な場所であり、二人はそこで心身ともにリフレッシュすることができました。また旅行中のエピソードとして現地のファンとの交流も印象的でした。翔くんは現地のファンが日本語を勉強してくれて、 話しかけてくれたことに感激した、と語っています。こうした交流は、彼らの活動が国境を越えて広がり、多くの人々に影響を与えていることを実感させるものでした。一方で、タッキーこと滝沢秀明社長が彼らを守るために尽力していることも話題となりました。彼は、アンチコメントや誹謗中傷に対して法的措置を講じるなど、徹底した対策を講じています。 このようなサポートがあることで、将軍たちは安心して活動を続けることができるのです。今回の旅行については、様々な憶測や疑惑が飛び交いましたが、最終的にはファンの温かい応援とサポートが彼らを支えました。特に、突然のインスタライブが絶妙なタイミングで行われたことにより、ファンは安心し、再び彼らの活動を楽しみにすることができるようになりました。 このように、平野翔と神宮寺雄太のシンガポール旅行は、彼らにとって重要なリフレッシュの機会であり、ファンとの絆を深めるきっかけともなりました。誹謗中傷やアンチの存在は避けられないものですが、それに屈することなく前向きに活動を続ける彼らの姿勢は、多くのファンにとって大きな励みとなっています。この物語の終わりに、私たちが考えるべき問いが浮かびます。私たちは、 彼らのような公の人物に対してどのように接し、どのように支えていくべきなのでしょうか。また、SNS やインターネットの時代において、誹謗中傷に対する対策をどのように強化していくべきなのでしょうか。平野翔と神宮寺雄太のシンガポール旅行から学べることは多いです。彼らが直面した問題や、それに対する対応、そしてファンとの絆の強さは、 現代社会における重要なテーマを浮き彫りにしています。今後も彼らの活動を見守りながら、私たち自身もどのように行動すべきかを考えていくことが求められています。旅行がもたらしたリフレッシュ効果や、ファンとの深い絆を再確認する機会となった一方で、平野翔と神宮寺雄太のシンガポール旅行は、現代の SNS 時代における誹謗中傷の問題をも浮き彫りにしました。私たちは、 公の人物に対する攻撃がどれほど有害であるかを再認識する必要があります。彼らの旅行に対するアンチの反応は、単なる好奇心や嫉妬から来るものではなく、時には悪意を持って広められる噂や抽象が含まれています。例えば、サングラスに女性の姿が映っていたという根拠のない疑惑が広がったのは、その典型例です。このような噂は、本人たちにとって非常にストレスフルであり、 精神的な負担となることが多いです。しかし、翔くんがインスタライブで真実を語ることで、多くのファンは安心しました。彼の誠実な対応は、ファンとの信頼関係をさらに強固なものにしました。一方で、滝沢秀明社長の法的措置を講じる決断も、多くの人々から指示されました。これにより、芸能人が安心して活動できる環境が整えられつつあります。 また、この一連の出来事は、私たち一人一人がインターネット上での言動に対して責任を持つことの重要性を教えてくれました。匿名性が保たれる SNS だからこそ、その使い方には注意が必要です。言葉の力を過小評価してはいけません。言葉には、人を傷つける力もあれば、励ます力もあります。私たちは、後者を選び取るべきではないでしょうか。 さらに、翔君と神宮寺ゆうタがシンガポールで過ごした時間は、彼ら自身にとっても新たなインスピレーションを得る機会となりました。美しい風景や新しい文化に触れることで、彼らの創作活動にもプラスの影響があったことでしょう。旅行は単なるリフレッシュだけでなく、彼らのアーティストとしての成長にも寄与したのです。旅行の計画自体は無計画であったと語る翔君の言葉には、 自由な旅の魅力が詰まっています。無計画な旅だからこそ、予期せぬ出会いや体験があり、それが彼らの人生に豊かさを加えました。特に、現地のファンとの交流は、その象徴的な出来事です。日本語を勉強して話しかけてくれるファンとの触れ合いは、彼らにとって大きな喜びであり、励みとなりました。しかし、誹謗中傷に対する対策は、彼らだけでなく、 私たち全員が考えるべき課題です。公の人物であれ、一般人であれ、誰もが尊重されるべきです。ネット上でのいじめや抽象は、見過ごされるべきではありません。私たちは、そうした行為に対して断固たる態度を取るべきです。この旅行が示したもう一つの教訓は、サポートの重要性です。タッキーのように、アーティストを守り、支える存在がいることで、 彼らは安心して創作活動に打ち込むことができます。ファンもまたサポートの一環として彼らの活動を見守り応援することが求められています。アンチの声に負けない強い絆がアーティストとファンの間には存在しているのです。平野翔と神宮寺ゆ太のシンガポール旅行は多くの教訓を私たちに残しました。彼らの姿勢や対応から学ぶべきことは多く私たちもまた 自分の言動に責任を持ち、他者を尊重する姿勢を忘れないようにしたいものです。最後に、この旅行を通じて、私たちはどのように公の人物を支えていくべきか、SNS 時代の誹謗中傷に対してどのように立ち向かうべきかを改めて考える必要があります。私たち一人一人が、より良いインターネット社会を築くために何ができるのかを考え、行動に移していくことが求められています。